長コールをしたいという皆。レースに向けて体調をバッチリと。5番人気は6番桜爆心王。いざ爆心。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。さあ1番人気の紹介です。シンボリルドルフ。続く2番人気は TM オペラ王、注目の桜爆心王。3枠6番での出走、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは桜爆心王、4番ダリジャブライアン。期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ、桜爆心王快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは桜爆心王、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは18番少し離れて AM オペラ王、外からダリジャブライアン。ハッピーミーク外から行く。12番追走、少し後ろからアグネスタキオン。少し離れて4番2馬身3馬身開いて10番、そして外目を突き出しては16番オグリキャップ内から行く。そしてその内から行ったのは7番、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。8分7分で2つなって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。桜爆心王花を